インフルエンザの先週1週間の患者数が過去最多を更新したことが分かりました。厚生労働省によりますと、先月27日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関当たり 57.09 人で、現在の方法で調査が始まった1999年以降最も多かったことが分かりました。厚労省は感染を防ぐためマスクと手洗いを徹底してほしいと呼びかけています。